インキー事件の DVD でも語れなかった裏側を教えてください。ミスターのインキー直後の様子など、うん、まあ特にまあでもまあミスターがインキーしたわけでもない感じですけどね。まあ現場にいた私としては ね、まあ、ね、あれは一つの不幸ですよ。そうですよね。でもそれを不幸を引き当てて、そうそうそう、まあ、一番いい人が引き当ててくれたという、そう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 、運ですよね。そうですよね。だからもうそれであいつが犯人でいいだろうという雰囲気が中にありましたからね。ここでミスターが犯人でいてほしいっていう、だからもうあの正座させて、じゃあミサこちらの方に正座してこっちからこう行きますからなんて、あれ大泉くんがあのカメラ割りを引き切ってたのを覚えてます。やってますね。やってました。やってます。じゃあ僕こっちから出すから鈴木さんこっち行ってていただいて、僕はここから、ね、あのずっとレポートしながら来るんで、その時にっつって言ってました。車をずっとインキーマンの鈴木さんですよね。もう彼の思う通りに進めたという、ね、ありました。藤村でございます。嬉しいです。チャンネル登録ぜひよろしくぜひお願いします。高評価お願いします。あと動画もたくさんなるべく再生してください。コメントもどうぞ。コメントを書かないと僕ら、はい、YouTuber やめちゃいますよ。